はい、どうもスタッフ健太です。今日は5月の29日金曜日、今練習終わりましてシャワー浴びました。少しですね、仕事の関係でちょっとバタバタしておりまして、アップができておりませんでした。定休日のですね、火曜日、水曜日に、少しですね、新潟県内のちょっとライダーに向けてですね、これからの、走り方というか、グループライドに関してのガイドライン的なものをですね、ちょっと作成するために、月曜日から、水曜日までで、各、例えば、県の、スポーツ協会、あとはスポーツ振興課の方とか、あと、日本のですね、ちょっとプロチームの、動きだとか、他の、スポーツの、団体の方々とかにですね、ちょっと連絡を取りまして、今現状どういうふうな動き方をしているのかというような感じで、今後、自転車乗りがどういうふうに動かなきゃいけないのかっていうのが、これ実際例えば都市部と比べたら、田舎の方はそこまで、多くない、少しずつ減ってきてるという部分が あるのと、新潟県内ですね、もう あまりにも地域が大きすぎて、例えば佐渡だとかは一人も出てないところもあったりなんかするので、全部が全部、同じような感じで自粛っていうのは、あまり考えたくないかなという部分が正直言ってあります。そこでですね、緊急事態宣言が解除された5月の14日、そのあたりからですね、少しずつ、グループライドについてお客様の問い合わせが非常に多かったので、先週末あたりからですね、少しずつこの話について、きっちりまとめていかないといけないかなと。でこれはだ、誰がやるのかというような感じのところで、結局県 そのスポーツ協会の方に聞いたら、各その団体というか、その各競技の方々が、決めてくれというような感じだったんですけど、実際例えば自転車 その協会ってかなりたくさんあって、サイクリング協会だとか、自転車競技連盟だとか、新潟県の中にもいろいろな種類があるんですけど、実際これ誰がまとめるかっていうようなことで、会議も なかなかねこういうところなので、できないっていうところで、ちょっと簡易的なガイドラインをですね、私自身がちょっとまとめて、アップしました。ホームページとブログの方ですね、ちょっとアップしましたので、この辺ですね、新潟県内の皆様ちょっとご確認いただきまして、今後の状況を、確認していただきたいなと思います。都市部ではですね、まだかなり厳しいというような感じの話も聞いておりますが、これはですね、地域によってもかなり格差はあると思いますので、徐々に、段階的にだとは思うんですけど、ちょっと改善していきたいと思います。それとですね、今日は朝一のズイフトレースで、いつも毎週金曜日の、コアスポーツリーグウォリアーレースというところで、参加させてもらって、いつも通り、かなり、濃いメンバーが揃っておりました。150ポイント以下の選手たちもポツポツといたような感じで、同じぐらいのポイントの選手たちも多かったんですけど、今回のコースは、ちょっと前ぐらいに、3位ぐらいに入ってる、山岳があり、山岳でアタックが結構かかる、砂漠のコースなんですけど、今回はですね、前半から全然ゆるゆるペースで、そこから山岳で一気に上がるかと思ったらそうでもなく、山岳に入ってからはですね、まだ50人ぐらいの集団でした。
で第2三角あたりでここでペースアップが始まったんですけど、でもそれでもですね15、16人ぐらいかなっていうところまで絞られたような状況でした。で最終的にはその16人で集団スプリントになったんですけど、この中にトラックのなんかジュニアのチャンピオンだとか、そのトライアスロンの結構有名な選手なのかなとか いたみたいで、残り1キロ切ったあたりで結構ですね、TT の速い人たちが、上げて大体8倍から9倍ぐらいで上げたみたいですね。ちょっと後ろにいたんで分かんなかったんですけど、でそこから集団スプリントになったんで、ごちゃごちゃごちゃというような感じで、なだれ込んでゴールとなりました。その16人中11位でした。ズイフトパワーだと10位というところだったんですけど、これだけの、ランキングポイントが高い選手がいながら11位ということだったので、ポイントアップはならずというところでした。今日のズイフトレースでちょっとね、一つ、新しいものを、試したんですけど、これフリーズテックというそのアンダーシャツなんですけど、ここ最近ちょっと流行ってる、フリーズテックという素材ですね。これキシリトールを、キシリトールが中に入ってるのかな、なんかその汗を吸い取ってそれが風に当たると非常にひんやりするというような感じで、なんか今年結構この素材を使ってる、ところが非常に多くありますね。で、結構前にですね、これが出るというような感じの話があって、まあ、ちょっと試してみようかなと思ってオーダーは入れたんですけど、ようやくこれが入荷してきました。価格はこれいくらなんだろうな、確か、5000円ぐらいだったかな。で今日来て思ったんですけど、これね多分ズイフトだとかなりいいと思います。汗をかいてもうずっと扇風機に当ててるとですね、体が全く熱くならないような状況ですね。どちらかといったら汗を吸い出すっていうよりも吸い取って、風に当てるというような感じなので、扇風機を回し続けていればですね、体の熱がどん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 なんか下がっていくような感じもしまして、心拍もですねちょっと下がる感じはありました。非常に、冷たくてひんやりして良かったなというような感じです。ある時とない時だとかなり多分変化すると思うので、これはいいかなと、おすすめです。今日明日あたりにですねちょっと店頭に並べようかなと思いますので、ぜひ注目してみてください。サイズもかなりあります。でこれを使用したアンダーシャツもありますし、あとはですね、日焼け防止の、ネックウォーマーとか、あと、首までくるような感じの、ものですね。まあこれ多分なんていうのかな、スポーツの時に、まあ、山中教授がバフをしなさいみたいな感じので多分言ったと思うんですけど、これな夏場とかちょっとこれからの暑い時期になってきてからの、運動はこれ多分かなりいいかなと思います。多分各社ですね、こういうものを出してくるかなとは思うんですけど、比較的、価格もなんか優しいような感じでした。これ注目です。フリーズテックという素材ですね。ぜひチェックしてみてください。ということで今日は以上です。仕事始めます。お疲れ様でした。